ハルデンハウンドは、ノルウェーのハルデン長原産のセントハウンド犬種の一つである。別名は、ハルデン首都バレ。スウェーデン原産のハミルトン首都バレと、名前が似ているため混同しやすいが、全く別の犬種である。20世紀中盤に作出された、セントハウンドである。隣国スウェーデンの土着のセントハウンドに、イギリスのイングリッシュフォックスハウンド、ロシアのロシアンハウンド、 ドイツのジャーマンハウンド、フランスのフレンチハウンドタイプの犬など多くのフォックスハウンド経験種を掛け合わせて作出されているが、単にスウェーデンの土着のセントハウンドとイングリッシュフォックスハウンドのみを掛け合わせて改良し、作ったという説もある。ハルデンハウンドはノウサギをはじめとする様々な獲物を狩るのに使われる。単独で獲物の匂いを追跡し、 瞬速で駆け回って獲物を仕留めた。大型銃が獲物の場合は追跡のみを行い、発見後は主人に猟銃で仕留めてもらう。ノルウェーの南部でのみ飼育されている珍しい犬種で、他の地域や国外では全く飼育されていない。大半は飼猟犬として飼育され、リタイア犬がペットとして飼われている。筋肉質でよく引き締まった体つきのセントハウンドである。 瞬速で、スタミナも持ち合わせている。足が長く、体は、均等が取れている。耳はタレ耳、尾はタレを。コートは、ショートコートで、体寒性は普通のため、ノルウェー最北部では、刺激ができないと言われている。毛色はホワイトを、ベストして、ブラックと若干のタンのマーキングが入った3色の、トライカラー。大型犬サイズで、 性格は忠実で従順だが、狩猟本能が高く勇敢である。しつけの飲み込みは普通で状況判断力が優れ、身体能力は高い。運動量は非常に多い。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大き卓約性分動進行者、2007年。ありがとうございます。